こんばんは、こんばんは。いやお疲れ様、ありがとう。なんかさ、最近さ、多分さ、私さ、口開けて寝てるんだよね。あ、なんかお化けがある口開けて寝てるからさ、口で息しちゃっててさ、喉が乾燥してるんだよね。すごいお化け。ツアー見てちかなちゃん気になってモバメ撮り始めましたって。嬉しい、ありがとうございますいやーすごい、あわあわ。こんばんは。いや今日はね、たくさん歩いたから疲れましたなるほど。確かに今日プレイリストですよ皆様。こんばんは。見ますって、嬉しい、ありがとうございます。いやーほんとなんかね、さっきまでカラコン入れてたんですよそれを頑張って撮ってました、必死に新潟で見る方、そうだよね、新潟ねやらないもんね。今日はお菓子を買ってきたの。じゃーん、これとこれいや、ハマっちゃったってわけじゃなくて、なんかさ、つけたりさ、つけなかったりすると思うんだけど、なんかずっとさ、つけてないとさ、慣れてないから、つけるのを取るの大変だなって思って。そう、でもなんかちょっとそんなに長時間はつけてられない。テレビないの？すごいね。でも今もうネット社会だもんね。差し入れ持って帰ってきましたよでもスタッフさんがね、一番すごいツアーの時大変そうで、舞台チームもそうですし、もうほんと裏方の方がすごい絶対大変だから、そう、スタッフさんとか用にも差し入れを出したんですけど、それをこう受け取れたかがちょっと心配そう、見れないからそば部見るわそば部見てください。どっち食べればいいと思う？なんか食べたい気分。卵焼き作らないですよ、どっちがいいと思う？なんかさ、こういうのってさ、絶対さ、洋酒とか入ってるんですよね。でも入ってないの珍しくって買っちゃった。じゃがりこ、じゃあじゃがりこ行こうじゃがりこ、みんなじゃがりこ何味が好きですか？いただきます。うまい。明太もんじゃ、わかる、美味しいよね、それ好き。サラダ、いやサラダ美味しいよね。私も普通のやつで
選ぶんだったらサラダかな。一日はかなくて全然大丈夫です。日曜日のツーショット会行きます。だって嬉しい、ありがとうございます。海苔ごま油だっけ、韓国海苔のやつだっけ、あれ美味しかったよね。なんかそう、今日松屋のあれを食べたんですよ。ホイコーローを食べたんですけど美味しかった。辛くて。こんばんは。一人松屋、いやー持ち帰りにしちゃった。そう、松屋にホイコーローあるんですよ、多分新作。こんばんは。仕事終わり大変、お疲れ様。多分新作。だと思う。6月から始まってるやつだった。全然新作じゃない。ASMR、 確かに。みんなは牛丼屋さん3つあると思うんですけど、大手のやつね、松屋、吉野家、すき家、どれが好きですか。私はすき家です。松屋、すき家、すき家、吉野家、すき家、吉野家、吉野家、すき家、すき家、吉野家。うん、分ける人もいるんだ。安藤家はすき家に行くことが多いと思う、その牛丼店だったら。ちゃんは好き、はいはい。はいはい、出ちゃった。なんかすごい、とんでもない LINE がいい。ココイチウーバーしました。だってキングサイズは食べれないですね。うん、うん。
たまには水分取ってね、水分取らないまま食べてるわ。私すごく思うことがあって思うことっていうか、多分そのなんだろう、東京ってさ暑いじゃないですか、新潟より。暑いし気温も高いし、一緒だ、暑いし気温高い、一緒だ暑いし、そう湿度も違うじゃないですか。私ね、夏場に東京来ると絶対頭痛くなるんですそう、だから都内とかに住んでる方すごいなって思うね、いつも人混みとかじゃないんだと思う、何なんだろうね。外でさこう移動する時間とかが多いからなんだと思うんだけど、そう、すごいなって思う。多分水分不足なのかな。でも水分取ってるんですよ、全然、全然って言い方はおかしいね水分取ってるんです、たくさん。立ち止まっては水分の取ってみたいなやってるんだけど、長野も暑くなったね。わかる、長野も暑くなりましたよね。そうだからさ、対策教えてほしいあ、私去年の家族の話の稽古時に OS1 飲んでたんですよOS1 だっけ、あのよく熱中症の方が飲むようなやつ冷房、そう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 、なんとか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 それを、そう、それと水を持ってってたんですね。そう、それをね交互に飲んでました。全然ね OS1 美味しく感じてて、美味しく感じちゃダメって言われるけど美味しいんです多分今年もお世話になると思いますOS1 そう感じています。飲んだことない、本当飲んでみ、美味しいと感じると思うからし、何言ってんのかと思っちゃった。 OS って美味しいの略だったのか、何言ってんだろうと思って読まなかったんだけど、そういうことか。 OS1 は美味しくなったらしいので、いつでも美味しいらしいです。あ、だってよ、美味しいって OS1 はS1 飲みすぎると塩分取りすぎになるから気をつけてね。わかった。おととい新潟涼しいって思った。おとといっていつだ、今日が火曜日、日曜か、ツアーの日か。ツアーの日暑くなかった？あ、ツアーの次の日だよ、昨
昨日の新潟がすごい暑かった。そう、じゃがいこ食べてます。長野より涼しい。うそ、月曜日はすごい暑かった。日曜日は分かんない正直。お医者様からあなたが飲んでいいのはアクエリアスゼロだけですどういうこと？糖分取りすぎってことなの？会場より外涼しかった。外の方が涼しかったってこと？へえ。暑すぎてボイスメッセージ3回聞きました。待って、私のボイスメッセージって涼しさ感じるんですかえ、あ、そうそう、ツアーのさ撮影タイムあったじゃないですか。ありがとうコメント。でもその時にうちの父さんが iPhone8 なんですよ。でお母さんが13 Pro なんですね。カロリー摂取するなとそういうことなの。悲しい。そんな体型あれでしたっけ？そんなイメージないわ。あ、通食とかで見えるねでもそれで、でお父さんは多分 LINE とか私の SNS が見れればいいんですよ。だから全然機種変とか興味なくて、お父さんで、お父さんが撮影タイムで動画撮ってたんだって。それ見たらすっごいボヤボヤで、でお母さんが13 Pro で撮ってたらすっごい綺麗なの。2階席で撮ってたのにすっごい綺麗に私が写ってて、そうだからなんかもし、あ、ツアー前に機種変しようかなとか、ツーショット会前に機種変しようかなっていう悩んでる方は機種変した方がいい気がする綺麗に推し面が見たいって方は綺麗にこの端末でねに保存したいって方はおすすめします。それかもあれ一眼レフだよ確かに今 iPhone 高いですよね。私高くなる前に買えちゃった。ラッキー、ラッキーでした。心のシャッターを押すんやで。そうだね、東京公園で待ってるわね。一眼いいの？わかんないわかんないいいんですかね。今日22歳になりました、おめでとう。え、同い年なんだね。じゃあカメラでも、わかんないわかんない、ちょっと待って、私すっごいデタラメなこと言った。いいのかな、ちょっとサイトにはなんて書いてある？サイト3期生も撮りたかった。そうだよね、みんな3期生は誰があれなんですか？通称とか、あ、通称とかはダメなんだ。撮影かタイムとか書いてなかった。あー、なるほどね、携帯だけなんだね。そっか、ちょっと聞いてみるね。じゃあでもさ聞いてみてさ、なんか一眼レフ OK だよって言ったら、もうガチの本格的な人いるのかなもしさ、そう言った時にさ、一眼レフ OK になりましたってなった時にさ、もうさ、もうこんなんないなら撮る人いるのかなどうなんだろう、ちょっと聞いてみるね。
ニコラブさんとかガチのカメラだらけよ。え、マジで見てみたい。ニコラブさんとかノエミーさんとかさ、マジですごいラインが。カメコ石鹸ね、カメコって何、何の略。カメコってよくさ最近聞くんだけど、ニコラブさんは撮影タイムになるとカシャ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 ってシャッター音聞こえる。そうなんだ、カメラ小僧の意味なんだ。へえー、ねえちょっと行ってみたい。マジでノイミーさんとかニコラブさんのはマジ行ってみたいんですよね。なんか部屋臭い気がする。そんなことない。バズーカみたいな、どんなカメラのこと。なんかね、本当にね、ねえ、カメラに集中しすぎて何を行ってるか分からなくなりました。なります。だってあら、なんかね、でも一番はさ撮影家だからさ、こうお客さんの方のところまで行けたらよかったんだけど、多分幅が狭いっていうので行けないんですよね。そう、行けなかったからちょっと悲しい。行きたかった。確かにご時世的にも本当に新潟ね、また更新しちゃったからね。ね、ね、本当に。いや本当にどんどん増えてってる。なんかさ、今一番怖いよね。すごい思うんだけど、今一番怖いなって思ってて、初日終わったじゃないですか。だからさ、ちょっとふって気が抜けるじゃないですか。で疲れもこうどっと出るじゃん。そのタイミングでさね、コロナになっちゃいそうで怖いなってすごい思う。そう、私は気は抜けないんですけど、ちょっと舞台があるんで。でもさ、もうさドキドキですよね、舞台。1年ぶりにその座組の方に会うんですけど、ね、メンバーの方に会うんですけど、私さ絶対もう見た目から違うじゃん。髪色違うし髪型違うしさ、誰ですかに なりそうで怖いんですよね。どうしよう。ね、今必死にね、必死にあの時の長さに戻そうと思って、今頑張って、あの時の私ですって。でも私もう切りたくてしょうがないんだけどね、今この長さで。しかもさ、この感じを出したいの。でも緊張すると私出せないの。マジでこれ AB 型の特徴で、それすごい最初こう引っ込みじゃんっていうか、こう人見知りなんですよ最初は。でもマジで心のドアオープンしちゃうと、もうええってなっちゃう。そうね、コウタパパね、そうツイッター見てたらさ、コウタパパで皆さん通じます、あのコウタのお父さん役の方が、あの退院したばっかりなんですよ。そうだから大丈夫かなって思ってて、
生まれ変わった陽子が見る。もし遅れてた陽子が、陽子がさあとかどうするイエーイいや私が演じるからそんなことないんですけど。でもね、そうなんか話すっごいなんかごっちゃ混ぜになってるんだけどさ、あのオフショットがさ昨日送られてきたんですね。ツアーのオフショットが漏れてるんだよ。私大体こういうのってすっごいブサイクな顔してるの。でもちょっとね顔も意識したのよ。漏れてたの。ちょっと見てほしい。どれみたい。空き缶はでもそんなになかったけど、シャレピの浴衣なんかほら可愛い顔してる。自分で言うのおかしいんだけど、これアップにしてるんだけどね、私大体こういう時ってさすんごい変な顔してるんだよね。だからさオフショットなかなか使えないんだけど、そうなんかよかった。でもさ私さ思ったの、シャビピの衣装さ、私めっちゃお腹出てんだね。私さメンバーさ他のメンバーもお腹がっつり出てるもんだと思ったの。私一番露出高くね私さえだって見てね、みんなのね、これみんなねなんかさほらなんかちょっとちらってお腹が見える感じじゃないですか。見えたとしても私だけどうしたって感じ。あんなあぶねぶね私だけどうしたにならないこれ私だけどうしたのねえ本当に本当に意味わからんって言っちゃおかしいけど、どうなんで笑っちゃうね。でもよかった、一応くびれがあってよかった。ちょっとだけだけどよかったわ。マジでさ本当にあのリハ前に豚汁2杯食べて、リハ後に開演前に笹団子とグミ3つとあと何食べたんだっけぐらい食べたんかな。だからお腹で出ちゃいそうで怖かったんだよね。そう腹筋担当かって思いましたはい、気になったのあったんだ , 笑って思い出したって。あのさ女性席ってあったの？女性枠の席みたいな。なんかさ私たちから見て上手側に女の子の軍団があってそうここ女性席なのかなって思ってたんだよね。ね、そうだよね、上手側にそうあって、そうなの、可愛い女の子がいっぱいいるって思った。だから今回その女性席さ渋谷でもあるのかな、あるんだったら結構女性の方お得ですよ。男性多いじゃないですか男性がすっごい圧倒的に多いからこそ女性枠っていうその席があるとめっちゃ多分いい、おすすめ。そうそう前の方だったよね、県民は前の方だったから、女性の方で悩んでる方いたらおすすめポイントで、そう県民は前の方だったよって、ちょっと今後どうなるか分かんないけど、そう言って広めていただけたら嬉しいです。劇場と違って女性割合多かった。でもさ
あの会場のキャパで考えたら女性少ないよ。そう。でもね、なんかさ、ごちゃ混ぜだとさ、ほんとそれこそ前にさ身長の高い方がいらっしゃったら見えないっていう可能性もあるじゃないですか。女性だと女性の方が身長低かったりするから。そう、かわいかった。あとそう、あのね、マジで頑張れタオルが活躍してますよ皆さん。そう、これ言ったっけ、頑張れタオルが見やすい、マジで見やすい。あとね、多分黄色っぽいうちわとかの方がすごい見やすいなって思った。あと女性で多かったんだけど、なんかね、あるじゃん、かわいいさ丸いうちわみたいなボード作ってる方、ああいうの見やすかった。そう、あ、首にかけてたら見えないかも。なんかちょっとこうやってやってくれたりとかするとわかる、めっちゃわかる。そう、あ、そうそうそう、黒、文字が黒で後ろ黄色とか、黄色が一番見やすいかも。でも黄色だけだと、黄色と白とかだと見にくいから、なんかこう工夫、本当青と黄色がすごい、あのね、分かりやすい、マジで分かりやすいって思った。あとでっかいうちわ、自作でこう作ってる方がいると思うんですけど、そう、でっかいうちわがすっごい分かりやすかったそうそうそう、2階とかの方の方もこう見てるから、ちゃんとだからこうアピールしてくれたら嬉しいなって思います。うん、多分ね、2階だから見えないとか、見えないだろうなって思ってやっちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、 2.5 階とか3階のステージでやると全然見えるよ。ステージで 2.5 階とか、あの3階でメンバー立ってたりすると思うんですけど、そこからだと1階の席も見えるけど、2階とかの、そうそうそう、その辺だと目線がねちょうど合うからすごい見える。そう、だから参考にして、今後ツアーの参考にしてください。そうそうそう、でも1階から2階を見ると前の方しか見えないっていう可能性が高かったかな。うん、またねそれポイントまとめてあのメールを送ります。なかなかメールね遅れてなくて、今日もちょっとバタバタしてたので、まだいつも遅れてなくてごめんなさい。なんかツアー前より遅れてない、最近本当にいいコンサートだったってありがとう。確かに県民見やすいですね、それは思った。多分こうなってるからだよね、頭の上にも出す気はいかないから、うちらは早々にしまった。あら、多分このねツアー新潟のその県民見てくださった方、ニコ生さんとかでもそうなんですけど、見てくださった方わかると思うんですけど、私の最初の出が 2.5 回頭の3曲のうちの最初の1曲目が 2.5 回から、私ステージで 2.5 回のステージでやってるから、2回とかすごいわかりやすい、一番わかりやすいか、目線が合うから。そう、その後は下に降りてきちゃうからあれだけど、そうそうそう、だからこそ1曲目ですごい見るからそう、周りをめっちゃ見て、あ、ここにいるここにいるって把握するようにするから、2階とか3階にね今後。だからはい全然2階だった、天空です、はい終わったとかじゃなくて、一曲目みたいな俺私ここってやってそしたら絶対わかるからはい、 2.5 階に行くことは、 2.5 階とか3階とか今後もあるから、全然うん、あのセトリだったらあると思うんで、
まあ、今後どうなるか分かんないんですけど、そう何回か上に行ってたから、全然あのオワコンですとかじゃなくて、あのむしろチャンスだって思ってほしい。うん、そう1回ばっかりにいるメンバーもなかなかないと思う。みんなまんべんなく行ってるから、うん、そうそうそう、そんな感じ。そう、でもあれが楽しみです、私ツーショット会。なんかすごい最近、最近っていうかこう何、一番近くでみんなに会える時ってツーショット会、31日のツーショット会だから、そう楽しみMC の時とかの客席よく見ました。見えた見えた、全然見えました。でも MC はだいたい1階でやるから2階とかは見にくかったかな。うん、そうね、事前登録してください。多分ちゃんと読んだ方がいいです、ツーショット会初めてなんて。本当に当日登録はやめといた方がいいと思う、なんか大変そう。絶対スイカありがとうございます。今日スイカ買って食べちゃった。事前登録して当日もまた認証が必要なのでちゃんと読んだ方がいいって。絶対読んでくださいね、私との約束でお願いします。多分大丈夫ってことかな、これ。お化け、あと多分暑いです。確かに、うおすごい水鉄砲、涼しくなったわ、ありがとうお支払いまして、あ、ありがとう。そうだ、これ通知してない私、ありがとう、ごめんね。部の間会場内にいられるか気になってます。確かに他も暑いよね、絶対ね。違えた、惜しい。オッケー、ツイートしました。エアコンないっぽいよね、オオカマね。うん、ねえ、私もさ着替えたりしたいからさ、わかる、メンバー暑くてさ汗だくのまま写真撮ることになっちゃう。33度予想、暖房機初エアコン、おつけた？暖房機つけました。髪の毛とか大変そう、確かに湿気でやられそうですね。31日はや読めなかった、見送ります。いや本当にあの病み上がりはおとなしくしよう連ヤンさんの
スマホで自撮りする一貫車が可愛かった。31日は行けるはずだって。了解。大変だね。安藤家がついにエアコンデビューしました。その LINE だったのかな。なんかね、 LINE がすごい騒がしくて。いや、久々すぎて緊張してます。ねー、私も緊張するよ。なんかさ、ステージでさ、ステージで見る推しメンとさ、そういう会場で見る推しメン絶対違うじゃないですか。ステージで動いてるからさ、いいんだけど、何が違うかってさ、直視できるじゃん。こうもめっちゃ近い距離で動いてないから、もうなんかさ、あ、ちかなちゃん老けたなって言われそうで怖いんだよね。だって何年前、3年前がラストですか。ラストじゃない、多分握手会とかそういうイベントだと。ツーショット会って怖い。何話すか迷う。もう迷うのやめて。ステージだと上に見る感じなので全然印象変わります。怖い。やばい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 。ちょっと大丈夫、こっちも受けれるかな。おもろ。お互い老けたなって言い合おうな。じゃあ意味わかんないこと言ってるわ。へえ、みんなはどっちがいいですか。カラコンつけててほしい、それつけてないやつが見たい、どっちがいい。31日、でも写真とか盛るってなった場合はカラコンつけた方が可愛い。でも分かんない、みんなの可愛いと違うかも。どっちでも可愛い。はいはい、それはもうあれです。あ、分けるか。そしたらで分かんない、ちょっと取れるかが分かんない。入れられるの、入れられるけど分からない、取れるかが分かんないから分けるかって言ってもあれだな。そう、私服はカラコン、なんだろう、なんちゃらいいかも。どっちだ、どっちが見てみたいですか。カラコンしてるちかなちゃんとカラコンしてないちかなちゃん。そう、なんかさ、そう分けようかなって思ったの。加工アプリなし、分かんない。加工アプリどうなんだろう。加工アプリありなのかな。ガチカメ、ガチカメはもう肌の粗が分かっちゃう。そう、加工アプリはダメだった気が。あ、そうなんだ。そう、なんかさ、入れるのは最近ちょっとずつ早くなってる気がするの。撮るのが大変で、そうだから私多分ね、つけたら一日中つけるって感じになっちゃうんですよね。なんか分けるって言ったけど分けられないかも。撮るのがだってさ、片方撮れて次の部ですって言われたらさ、もう片方入れてて片方入れてないっていうことですよ。ってなっちゃう。
確かに途中からつけるっていう方法、つけるかいいね。いや取るのが難しいんだけど、最近入れるのは早くなったんだよね。あ入った入ったってなるんだけど、なんか取れない、私全然取れないんですよ。さっきももう取るの必死にこうやってやってたんだけど、カラコンがねこうやってやった時にどっちかに動いちゃう。え目薬入れるの？でもさ、なんかこうやってさやってるとさ涙が出てくるじゃないですか。なんかねその涙で張り付いちゃうんだよねスンって。ずっとずっと目を開けてると乾いて落ちる本当ポロって。確かに目ね痛めないよ。だからあのカラコンしてる時はあの頻繁に目薬してるし、カラコン取った後も目薬してます。これ角膜ケアも入ってるやつつけてる。何が良くて何が悪いのか分かんないから、ちょっと無難なこれにしました。わかる、コンタクト怖いよね。まあその時の気分でつけるかつけないかは決めますねちょっとわかんない。きたーってね、それめっちゃ前のやつじゃない。私通じるよ。めっちゃ前じゃん。私が何年生だ。小学校とかだった気がするよ。古いよ古い古いそんな前だよ。私多分小学校とかじゃない。こんばんは。来たーってでしょこう出してくってやって、あれ違ったっけ。すっごいうろ覚えだもん。アレルギー、嘘、コンタクトでそんなのあるんだ。私も気をつける。今日はドパーズつけてた。ドパーズでやってますで、なんちゃらドパーズつけてた。写真撮ってないわトパーズわかんない、ちょっとわかんないわつけてたけど、それが一番なんかナチュラルな感じだった。ナチュラルなカラコンでした。写真撮ってないんですけど撮れって話ですよね。もうつけて感動してさ、あーすごいってなってやばい家出なきゃと思って家出て、で目使えたか撮ろうって思って撮った後に、あ写真撮ってないって気づいたのまあいっかーと思って視力はどうなんだろう、ちゃんと測ったことないから分かんない。はい、でもシークレットベアの方がゴリゴリつけてます感ある。水鉄砲ありがとうございます。すごいお化け。メガネについて記載なければ普通ですね。そう、私さ、でも皆さん聞いてくださって、私免許取ってから1年経ったんですよ。私初心者マーク取れちゃうの。私まだ数回しか運転したことないんだよ。私さ、運転免許証の顔ってさ見せたことあったっけ。免許証の顔写真って、そう去年の生誕祭前に撮ったんですよね。見たことない？ちょっとメールに送るね。
マイナンバーの顔写真もあるんだけど、マイナンバーと免許証も違うし、私顔がそもそもマイナンバーなんていつ発行したんだろう。マイナンバーは髪の毛長いですよ私。髪の毛長いし前髪重たい。まずこのねマイナンバーと免許証で顔違う。ちょっと写真撮ってちょっと周りを消してメールのネタにしよう。メールのネタにしますね。オッケー。メールで見せるよ。ちゃんとね、顔写真だけしか送んないから。周りはぼかさせていただきます。はい、なのでメール届いたら楽しみにしてて。メール届いたら、メール届くのか。楽しみ待ってます。ありがとう。マジで違いすぎて笑う。ワクワク。ワクワク。免許証の写真ってなんであんなに盛れないのか、わかる。わかる。でも私どうなんだろう。今とそんなに変わってない気がする。髪色は変わったぐらいで。身分証明書だからさ、マイナンバーもあるしさ、免許証もあるっていう素晴らしい。やばい。あ、大丈夫だ。自分のマイナンバーカードの写真見たけど何年前だろうって。マイナンバーは本当に便利ですね。なんかそう、なんだっけ、住民票とか発行したいときにコンビニで発行できるんですよ、マイナンバーさえあれば。だからすごい便利だなって思うし、私その運転免許証がなかったときに顔写真付きのその身分証明書が必要ですってなったときって絶対何かしら出さないといけないけど、免許証ないから作ったんですね、マイナンバーを。マイナンバー作った方がいいよ。うん。コンビニで住民票を発行することできるし、便利だった。身分証明書になるし。うん。でもまあ身分証明書、その運転免許証がある方ならまあまだあれかもしれないけど、私の場合なかったから免許証が。だからすごい便利でした。身分証明書確認 しますって言われた時に。マイナポイントを買いましたよ。買いました。そうそうそう、かな。うん、確かに今ね顔写真付きの証明書ないとね何もできないですよね。そう、ふるさと納税するのに御代田町に出す証明書、申請書かにも使えたから便利だって。便利だね。県外枠当選時の住民票必要だったなって。あ、そうなんだ。保険証と、なんだこれ、と統合なんて読むんだこれ。赤いリストバンド。そう、確定申告もマイナンバーからできるからすごい便利。めっちゃ便利でした。私にとってマイナンバー結構使ってますね。
私は。でも会社員の方とかならそういう確定申告必要ないと思うから大丈夫なんだけど、そう自営業とかだと必要ですね、確定申告。確定申告苦手しっかり大使のお仕事してる、 してる？してます？ねえ、でもワクチンもさ打たないとなって思ってるんですよね。そう、私1回目2回目の時もうその三代田で打ってたんですけど、そう、自分で運転しにしていったんですよ。自分その安藤家の車で病院まで自分で運転しに行ったんですよ。お母さん隣にいてくれたから大丈夫なんだけど、それがすんごいね緊張したそう、ツーショット撮影会も本人確認書類が必要だね。だってみんな接種証明アプリ入れるときはマイナンバーあって便利でした。だってそうね、必要ですよマイナンバー。ライブ当日に4回目打ちました。そうなの？駐車ねできなかったんですよ。バックで車を駐停車しようと思ってやったんですけど全然うまくできなくて、お母さんにやってもらったそう、そうなの。でもこの話2回ぐらいしてるよね。1回したか。わかる、駐車難しい、マジでバック駐車が苦手。役場の駐車場、ううん、うん、病院そっちの駐車、いや自分で駐車しないでしょそう、いやーマジで今何分、私もね駐車の練習したんですよ。駐車場行って免許取り立てとは言えなかった、取り立ての時に駐車場行ってお父さんと2人で、お母さんもついてきたんだけどお父さんが助手席に乗ってこっち回してあっちあっちとかいろいろやってそうやって練習しました。でもまだ未だにちゃんとできないターボタイマーが効かないんですよ私なんかさ運転するとさ、なんかさピーピーピーって言ってからこうなんか切れるじゃんエンジンが、でも私それ効かないんですよ運転してエンジン切るとプシューってそれぐらい私アクセルそう多分踏んでないんだと思う踏んでるんだけど効かないんですよね。そう、いつの時代の車って、えターボタイマーって、え待って、ターボタイマーってないの今の時代の車、待って、そうなの、やばい乗ってる時代の車バレちゃったじゃん、やめてやめて、私みんなついてると思ってた。でもほら最近の車って言ってもほら最近の車高いからさね嘘、かなり昔、嘘でしょ嘘でしょ
え、嘘、ちょっと待って、うちの車た、え、ちょっと待って、 LINE しよう。お父さん、え、ターボタイマーって昔の車なの？え嘘、基本後付け、どういうこと？後付けって何？ターボタイマー知らない、嘘、え、ターボタイマーってお父さんが言ったから、ターボタイマーって言ってみたら、なんかそん、嘘、いや本当に私乗ってるくらいバレるじゃん、ちょっと待って、え、後付け、マニアがつける装備、え、そうなの、昭和かって言われた、え、嘘、旧車、え、エンジンスターターの機能だよって、どういうこと、ちょっと待って、会話になってない、ちょっと待って、会話になってない昔の車なのって言ったのに、エンジンスターターの機能だよって言われた、え、どういうこと、みんな伝わる？お前、じゃオーバーヒートしたのはエアコンのファンが壊れてたんだって、片方エンジンスターターまた別だって、エンジンスターターの機能だって、お父さん走り屋じゃないよ、普通の一般な人ですへー、お父さんすごい車好きですよ、自分で車いじったりする、車とかバイクとかいじったりするくらい、うちのお父さんはそういう車とかバイクが好きです。そう、だってエンジンスターターの機能だって、え、じゃあ私が乗ってた車は昔の車じゃないよね、バイクで腰、膝痛め、違う、膝痛めたのは雪かきしてて痛めたんですそっから全然あれです、そうだってよ、昔の車じゃない、昔の車じゃないってこと、お父さん、ちょっと説明して、マジで分からん、私には分からん、そのからお父さんが昔のバイクとか昔の車とかそういうの見ると、ああなんとかだとか言って、そうって言ってね来るんだけど、私には全然わかんないそう、父さんはね詳しいと思うよ車、私は車は乗れればいい人だからそう、そう、なんか昔のさ車とかさこう走ってたりするとさ、あの車俺がいくつの時の車だみたいなとか言ったり、そうそうする、バイクもそう、あのバイク俺が学生の時に乗ってたやつと同じとか言いますね、そうでお父さんがバイク乗るから、なんか私もバイクの免許取ってお父さんとツーリングでも行こうかなとか思ったりした時あったんですよ、そうでね、
そう、父さんのバイクにまたがったら私足つかなかったのはい、私はもうバイクの免許取りませんそう、マジでつま先立ちですお父さんが持ってるバイクの中でもこう低い、座高が低いっていうんですかね、のもう一番低いやつをそう乗ったんですけどつかなかったそう、いや片足つけばいいんだろうけどつかないんですよねそう、どんまい、本当にそうだよね、本当に悲しかったですマジで。でもガチめになんか撮ろうかなって思った時あったんですよ、うん、なんかこう撮ってそれがこう何かにつながったらいいなとか思って撮ろうかなって思ったんだけど、なんかだんだん忙しくなってって撮る時間がないっていう通う時間が、っていう感じです。すごいなんか脱線してますねもうじゃあ男女読んで終わりにしようかな。でもさ、すごいお父さんがね、男の子が欲しいってしたんだって。男の子が欲しくて、男の子ができたら一緒にキャッチボールしたいって言ってたんだけど、結果私とお姉ちゃん2人とも女が生まれてきちゃってキャッチボールできなかったんだけど、お父さんがキャッチボールしたいって言ってたのを知って、そう、私がねお父さんとキャッチボールしたこともあったし、私なんかすごい優しい自分で言うな優しい。でもキャッチボールしてボールが顔面に向かってきて食らって、顔面で食らって、そっからキャッチボールしなくなったんだけどグローブも買ってもらったのにあー面白いそうだの、ね、だからさ、もしだよ、もしさお姉ちゃんかさ私のどちらかがさ、どっちかが先に結婚してさ子供ができるじゃん。そう、子供ができてさ、それがさ男の子だったらお父さんも喜んじゃうよね。お父さんもおじいちゃんになっちゃってるけど絶対キャッチボールすると思う父ちゃんきっと怒られたな。いや怒られなかったよあ、でも怒られたかどうだったっけ、気をつけなみたいな感じでお母さん言われてた気がするけど、そう、孫とね、しかもお父さんね、男の子が生まれたら大きく輝くでひろきってつけたかったんだって。でも二人とも女の子だったからつけらんなかったんだってそうだからね、そう、大きく輝くでひろき、でも私大きく輝くで大輝がいいなそう、その前に娘を嫁に出す時点で号泣しそう。確かにお父さん絶対縦に首振らないよ、横にしか首振らない気がするはあ、そうだから、そうね、私が結婚できるか分かんないけどね、私がもし本当に何十年後、何十年後ってやばい結婚できたとして、それで子供ができて男の子だったら大きく輝くで大輝ってつけたい。
って思ったんだよね、お父さんの話を聞いて。そう、孫ができたらセーラームーンですか。投げそうそう、ひろき、ひろき大きく早くね、ひろきより大輝じゃない。え、ね、どうしよう何の話してるんだろう、ちょっと終わりにしようこんばんは。はい、すごい妄想が膨らむね、こんな話してると。ということで男女読むよ。13位ラーマさん、13位ラーマさん、12位ユウさん、12位ユウさん、11位ディエマさん、11位ディエマさん、10位カブさん、10位カブさん、9位キクマルさん、9位キクマルさん、8位マイクさん、8位マイクさん、7位ペンギンさん、7位ペンギンさん、6位パンダのテオさん、6位パンダのテオさん、5位ナリスタさん、5位ナリスタさん、4位ナチュラルさん、4位ナチュラルさん、3位ヒデハチさん、3位ヒデハチさん、2位佐藤塚さん、2位佐藤塚さん、1位リョウさん、1位リョウさん、ありがとうございます。すっごいアイドルなのにさ、そんな孫の話をしてましたよお父さんにとっての孫の話をしてました。ありがとう、だってこちらこそありがとうございます。ということで明日の配信迷ってて、昼ぐらいかな、もしかしたら11時半とかから配信できたらいいなぁなんて思ったりしてます。はい、ちょっとわかんないんだけど、はい、多分お昼頃になると思います。と、はい、いうことで、いやお昼頃大丈夫だよね多分ね。よかった、終わります。分かり次第また予約入れますね。ではでは、ありがとうございました。また会いましょう、ルーム、バイバーイ。